はい、どうも村人自然使いのケプトです。今回はまた喋り解説をやっていきます。カードは、カリスマ SP8 グランドファイナルのケプト対マシャーですね。自分がルーザーズになってます。でこの試合斧がすごい冴え渡ってたんで、あのようなねサムネにさせていただきました。はい、でもう一個斧と、もう一個見どころとしてはこの今やっている埴輪に対するリフレクターですね。埴輪に限らず飛び道具に対するリフレクター、これがあるおかげでというか、これがあるせいで村人側はちょっと読み合いを変えなければいけませんね。そこを注目していただければと思います。はい、で、試合始まって、まあ、ダメージは五分状況、空前から空後、コンボ選択うまかったところを埴輪でね、1フレ生成で暴れなんで埴輪をね蹴らせてダメージイーブンですね。このね引き行動に対する深めの DA うまいですね。でパチンコでこちらも差し返して、今みたいにね埴輪をリフレクターで跳ね返されてしまうと、これを今はしまいましたが、しまうのはまあ選択肢の一つとしてありかなと思います。でしまった埴輪なんですけど、このように弾速がすごい遅いんで、まあ普通に出しても跳ね返されてしまいますので、使い方としては相手が殴ってくる読みで殴らせる位置に出したり、あとはまあ着地狩りとか復帰阻止とかなんか有利状況を作って、打つっていうのはありかなと思います。あとは強力なんでね、あのしまった分相手跳ね返したくなるんで、あえて跳ね返らせる読みで殴りに行くみたいなのも一応選択肢としてはありかなと思ってますね。ここ深めにステップかけたけど、あっちも引きで、まあ、ラインは押し上がったものの何も起こらなかった。これもね木を植えたところを見て時間がかかるような崖植え展開作るんだったらすぐ横火で捕まっちゃうよっていう、相手がよく見てますね村人の崖植え行動。これですね、埴輪に対してジャンプパチンコってすごい王道の読み合いなんですけど、それに対して置くようにジャンプリフレクターをやってきたと。あれはまあ一回通されたんで、こっからどう警戒していくかって感じですね。はい、今のもいいですね。DA に対して引きジャンプ、で差し返すようなパチンコで追い払っていく。ここはつかみ打撃をいっぱい入れていいですね。投げなかったことによる展開作り、ダメージも取れるしね。はい、で相手のミスもあり撃墜と。木を生やして、木を生やすとね、大体 NB を打ってくることが多いんですが、ちゃんと分かってますね。相手、警戒して打ってこなかったです。しまうを置いてたんですけどね。はい。ここね、パチンコ警戒のガード張りっぱだろうっていうことで、パチンコに匂わせて着地つかみ振ったんだけど、避けられましたね。さあ、リフレクター。これね、差し合いもそうなんだけど、崖上がりのね、こういう埴輪に対してもリフレクターがあるために村人が崖少し上がりづらいですね。普通のキャラだったらあそこでね埴輪で少し上がりやすくしてっていうような崖の上がり方ができるんですが、ちょっとそれができないと。なんで崖の上がりは結構難しい。今パチンコと埴輪同時に跳ね返されましたね。ああいうこともあるんで、埴輪にかぶせてパチンコを打つっていうのは危険ですね。パチンコを跳ね返す意図がなくても、埴輪返そうと思ったらパチンコ跳ね返っちゃいましたみたいなことが結構あるんで、今のね空 N にしてあるのは試合内で読み合いをいいですね進めてる感じで、あそこパチンコなんですけど、いつもは空 N にしてリフレクター対策。さあここ着地狩りはきつい、村人落下遅いんで、今みたいにね空打を混ぜた NB とかでなんとか着地するしかないですね。空打 NB が無敵もついてるんでね、疑似移動回避みたいな使い方ができますね。さあ今のもねうまい、埴輪に対してジャンプ読みパチンコ読み、リフレクターですね。これはいい傘ですね。これね空後と悩んで、空後無理だろうと判断してとりあえずダメージ取ろうの空上だったんですけど、多分空後いけたっぽいですね。判断ミス、あの辺は難しいところ。うまいね、うまい。すごいルート、植木鉢でルート制限したんですけど、ジャンプ即横 B でね、ここはダブルアップを狙うような木を生やしたけど付き合ってくれませんでした。さあストックリード、ここは撃墜拒否を通していきたい。今のは着地パチンコ打ってたら死んでましたね、リフレクターで根元反射だったんで多分。さあここ撃墜拒否、いいですね。相手がガーキャンウェイスマとか匂う気がしたんで、ガードを張りたくなるところ。
さあ前投げで出されて、うん、クエルのね根元当てで撃墜するパーセントになると、ああいう崖展開すごい強いですね。さあ今のはクーマエと DA が勝ち合って、総裁判定で出てたんですけど、クーマエが飛び道具なんで村人は自由に動けるということで、おそらくつかみが確定していたシーンですね。さあその場上がり読みでこのリードね取ってるうちに太い拓チャレンジしようっていうような横スマですね。さあクーエルからダウン展開で内側転がりを読んだような動きだったが、外側に転がられてしまう。さあここ相手がね撃墜圏内なんで、まあ、このようにな、うん、ちょっとしまった羽生で事故らせるのもおもろいかなと思ってしまったけど、そうもう一個言いたいのが、あのしまった羽生は強いんですけど、羽生はしまうとブラスター自由に打てるようになっちゃうんで、うん、ブラスター自由に打たせないようにするためにも、うん、あのは割と雑にね捨てちゃうことはありますね。はい、今下強の後の暗い硬直あの立ち吹っ飛びだったんで、あんまその後攻め込んでくるダッシュステップが見えて打ったのかな、うん、斧の暴れですね。当たれば儲けもんって感じの斧がヒットして、一本選手と、はい、うん、いいですね。結構この試合はね読み合いが、うん、なんかいろいろ回っててすごいやってて楽しかったですね。うん、対ウルフおもろいんですよね。そのあっちの強いとここっちの強いとこどっちも出るというか、うん、あの復帰阻止がねかなりいけるんで、復帰ルート増田さんがどう選んできてそれを俺がどう潰すかみたいなとこも結構見どころですね。うん、羽生のねリフレクターも見どころなんですが、そこもぜひ、はい。で開幕木を植えて、あそこに植えると下投げとかであのいいところに飛んだ時にタクになってくれますね、ダブルアップの。さあ今のうまいねクエヌ引くように打つことで反撃が取りづらい。うん、復帰阻止ちょっと見せてきたけど、まあまあ村人の復帰力あればタイミングずらすの対ウルフに対しては結構余裕ですね。うん、さあ今のステップ入れて、まあ、無理か、その場回避置かれてたね。そう、つかみが結構冴えていて、つかみから展開取る流れが多かったんで、この辺からすごいつかみが警戒されてるような動きになってきますね。今のも、あれですね、ハニワに対するジャンプ読みパチンコ、読みリフレクター。うん。さあ、ちょっと高いハニワには、しゃがみとかも入れてね、細かく対応していきます。今のもねちょっとラインを押し上げながらガードするだろうっていうところなんだけど、強気にダッシュでしたね。さあ今のも崖にリフレクターを置いておくのもね、あそこパチンコ打ちたくなるんで、上がりながらその辺を警戒したリフレクターでしょうね。あれも我慢してよく上がりました。さあ今のはジャスガから反撃を取りました。うん、今のはいいですね。ジャンプ上がりさせてっていうか、ジャンプ上がりしてくれて、そのまんま直接ねジャンプ上がりを枯れたわけではないけど、展開でクーエル撃墜。さあまた、うん、リスク崖際のクーエル撃墜ですね。あれ意識したいですね。多分狙ってるというか、これ崖際のクーエルで死ぬパーセントだってなったら、相手が撃墜択として狙ってくるんで、そこは警戒したような崖の上がり方したいいですね。ちょっと警戒から漏れがちなんで、あれ、うん、ジャンプで越えてきたところをクーエルで打ち落とす。うん、さあ今のはギリギリジャンプ読みパチンコにリフレクターを置いてたけど、前隙に刺さったような形でパチンコと埴輪が連続ヒット。読み合いとしては負けてたけど、うん、美味しい展開になった結果的に。さあこれね、うん、ジャンプ読みジャンプリフレクター結構やってきてたんで、斧で死ぬパーセントだし、リフレクター読み斧トライしたんですけど惜しかったね。トライとし読み合いとしてはかなり良かった。さあここ撃墜しなかったすごい読み合いですね。ダッシュつかみに対して横スマ置きっていう、もう
うん、1本目じゃ出ないような呼び合い。さあここね、さっきの100、あっちがこっちが80、あっちが100いくつっていう状況、対ウルフすごい怖いですね。撃墜力高いんで、うん、さあまあまあとはいえね、ダメージコツコツ稼がれてしっかり撃墜されました。これもね、風船のヒットストップで狩りづらくなっちゃったっていう、ちょっと残念だね。さあ下スマのリーチが長くて、結構強引に追いつくような、もう、うん、早く追いつきたいっていう無理打ちの下スマが通りましたね。さあこのような展開がかなり、ここ良くないですね。超反省点ですね。ここはリフレクターでかなり、一応倍率もね低いながらにかかるんで、ダメージかなり良くなかったですね。ワンターンでこのダメージ差になってしまった。しっかりボーリングやるところを殴れるような横 B の打ち方、あそこね、横強とかでコンパクトに外出せるといいんだけどね。流れが悪かったんで、もう断ち切って試合を勝ち切っちゃいたいっていう感じが出たのかな。さあ空前着地ガードを崖の掴みで取られて崖橋展開。今の移動回避はまあ狩られてもいいから、とりあえずライン回復しようっていう、うん、クエルで狩られたけど良かったですね。うん、これは良かったね。ボーリングを横 B で狩られてたのもあって、うん、ちょっとね崖上をいろいろ見られてるなと思ったんで、あえて何もせずで上 B をボーリング避けるようなルート取りしたところを斧持ってたんでね、斧6フレームなんで、今みたいな細かいところを見てから打ちたい斧とかを結構いけるので、うん、やっぱり撃墜圏内で斧を持っとくのはかなり大事ですね。はい、ということで、リセットかけたんですが、自分がルーザーズだったんでね、これをまたねもう一本動画上げて、そっちではリセットかけた後の、お互いルーザーズのグランドファイナルを喋っていこうと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。